私ドクター熱血が一から作り上げているブレソル攻略ウィキの紹介です。2年前から公開しておりますが、認知度が一向に上がらないため、今後動画の冒頭で宣伝させていただきます。ブレソルを始めたけれど何から始めていいかわからないなどの初心者の方へ、おすすめのクエストの進め方やグループバトルのノーマル、ハードなどの各種クエストの攻略法、最新ガチャの紹介などもしております。中級者以降の方におすすめなのは、各星4キャラクターがどのクエストで手に入るかを全て網羅しており、霊玉の回収の手助けになると思います。ウィキには概要欄から飛べますので、お気に入り登録やブックマークをしていただき、ぜひ熱血性のブレソルウィキのご活用をよろしくお願いいたします。また2022年末より毎週水曜日22時頃からと言いつつ、大体23時ぐらいから YouTube ライブでブレソル1週間のまとめと共闘を放送しております。現在150回を超えて放送を続けております。お時間がある方はぜひ見に来ていただけると嬉しいです。こんにちは、ドクター熱血です。本日は周年特別千熱血戦編プライズガチャ中根より、室ヶ谷藤四郎、覚悟はいいな、千年決戦編。ちょっとここら辺を使わないと、はい、はい、キャラ強化必要な素材、よし、覚醒。しまった、俺 BGM がでかいっていう指摘があったんだ。でも BGM ちっちゃくない？さらにちっちゃくしてみました。覚悟はいいな。ここをフィルターで4までにして、必要な素材、よろしく解放。覚悟はいいな。この人は君は強攻撃特化型冷圧型なんで、間違いなくこれ10まで上げましょう。そしてここも絶対に20まで上げましょう。はい、特別抽選に関して、ボーナスアビリティに関しては、どうするかな。まあ、体力最大値と、まあ、氷結時ですかね。氷結時 100% にさらに 20% 加えて、120% にするというのがいいんじゃないかなと。昔だったら防御低下能力の重ねがけも行きましたけども、今だったら氷結時事前ダメアップかな。状態上確率アップもありますしね。はい。こちらがレベル200まで強化した、室ヶ谷藤四郎千熱血戦編2024。っていう表記でいいのかな？ごめん、ちょっと待ってね。ですね、千年決戦2024という表記ですね。覚悟はいいな。所属は死神隊長、キラーはシテルリッターキラー、無所属キラー、必殺技よく帰ってきた氷輪丸、切先から飛ばした氷で十字の花を作り出し、温的全員絶大ダメージ与え氷結にする。ソウル特性はダブル特性で強攻撃ダメージ 20% アップと強攻撃クルダメージ 12% 圧縮。
僕の、まあ、いいか。全ての攻撃に氷結がついて、パッシブスキル緊急回復回数プラス1、強攻にハイアップ 20%、敵ガード無効、青無効貫通。アビティは強攻にダメージ 70% アップ、必殺技ダメージ 50% アップ、強攻にクールタイム 12% 短縮、体力最大時はボーナスアビティつけてます。全状態上無効、強攻にヒットスワッププラス2、必殺技ヒットスワッププラス1、状態上プラス5秒。クインシー無所属への状態上確率アップ、チームパーティー効果、心死神が敵状態上時全ダメ 40% アップ、氷結時全、敵氷結状態時全ダメ 100% アップにボーナスアビティ 20% 加えて 120% アップ。防御低下能力負荷、緊急回復距離アップ。状態異常不要時一定時間レアス 80% アップと。何がいいかって、この、シュルリッターキラー、無所属キラー、青で、メインと張れるキャラが本当にいなかったんで、これはめちゃくちゃ助かる。あ、ごめんなさい。無所属キラー、青はいました。ごめんなさい。シュルリッターキラー、青にいなかったので、必須のキャラクターでしたということですね。挽回に心がないって。そんなこと本気で言ってんのか。失礼や、東四郎。史上最年少で5艇13体隊長まで上り詰めた神道。浦原が開発した新鋭薬で挽回を一時的にホロー化させたことで、サントゥーから挽回を取り戻す。はい。はい、というところですね。おすすめのアクセリンク。僕だったら強攻撃ダメージ上げたいかな。というわけで、ハンチング号じゃなくて副干渉にしようかな。いやー、正直ですね。もうその必殺が十二分に強いから、天身体を普通のクエストではいらないですよね。で、そうであれば、例えば持っているんであれば霊圧上げたい、サド入れたりとか、グループバトルではミサンガとか、無所属キラーのシールとかですかね。とりあえず今回はこのテンプレ装備で。で、リンクに関しても、12、12、14を組むと、クールタイム 50% 短縮となります。もちろん、室外くん自身と同じようにダブル特性を組むと、より強力になります。ここら辺をセットするとより強いですね。ネリエルとかクールタイム短縮最大倍率だし、とってもいいですよね。ショックラ、あー、いけない。一旦ここで挟もうかな。クエストいけないから一旦挟みます。はい、整理してきましたんで、ちょっとクエストいきましょう。属性の心か。さあ、どれほど強いんでしょうか。覚悟はいいな。どうどうしよう。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 よくどう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 よく帰ってきた、ヒョウリン丸。ご奉仕にしてやれなくてすまない。毎回 EX アクション忘れんな。一回使ってみるか。
容赦はしねえぞ。あれ普通の設置だっけ。じゃあちょっと追尾設置かどうか。容赦はしねえぞ。あー単なる設置やね。結構長めっか。どうぞどうぞ。よくどうぞどうぞどうぞ。強視強さの範囲がとっても広いだけに非常に物足りなさを感じてしまう。必殺。よく帰ってきた氷林丸。五方星にしてやれなくてすまない。はい、通常。ああそんな長くないね。長さ横500の長さ150、そんなに前方は長くないですね。強一これは長いね。横1020の長さ3000、非常に長いですね。強二1140の、あーでも広いな。広い範囲の集めてるんですね。強三画面全体、ごめんちょっと公式の表現を確認します。まんまですね。1が奥行きのある前方攻撃、強2が目の前に敵を集めて攻撃します、強3が画面全体です。変わんないですね。はい、多分これ EX でも倒しちゃうからな。よく帰ってきた氷林丸。五方星にしてやれなくてすまない。終わった。はい、覚悟はいいな。僕は室外君が4体当たったんで強化できますが、あえて今回はレベル1で冷圧10、そして継承20という状態での強化をしてみました。いやそれでも強いよね。とりあえずシュテンリッターキラー青は孤立いないと本当にどうにもならないと思います。それぐらいに見てみればわかるんだよね。もうどうにもなんないのよ数が少なすぎて。これ室外必須でございます。ぜひゲットしましょう。覚悟はいいな。そして最強室外の動画を上げたいんですけども、8月の9日かな、グルーバトルナイドメアが来ますんで、そうですね、9日からの無所属キラー青、ここで今まで使っていたメイシーとどっちがいいのかっていうのを試していきたいと思います。覚悟はいいな。圧倒的に火力はこっちだろうなっていう感じですけどね。はい、挽回に心がないってそんなこと本気で言ってんのか。今回はここまでです。以上、ドクターネキでした。お疲れ様でした。